皆さんこんにちは。シェア畑菜園アドバイザーの田山です。ここではですね、私のおすすめする家庭菜園に向く有機無農薬栽培を紹介しています。新年ですのでちょっと趣向を変えてですね、私が30年近く栽培を続けてきた経験をもとにした独断と偏見で2023年栽培のおすすめ野菜10種類を選び出して、その成功確率を占っていきたいと思います。というわけで、まずは気候から大胆に占っていきたいと思います。エルニーニョとかですね、ラニーニャとかですね、根拠ある科学的な理由で占うんじゃなくて、ここではですね、私の経験から導き出した動物的な勘ということで選んでいきたいと思います。まず春、今年はですね、3月から暖かくなって適度な春雨も降り、夏野菜の苗作りとか種まきの開始にはですね、最適な季節になると予想しました。3月に向けてですね、しっかり準備をしてその時期を迎えてください。そしてですね、梅雨、昨年はですね、始まるのが早くて途中に中休みがあって、また梅雨がぶり返すみたいな天候でしたが、今年の梅雨はですね、その中休みがなくて、6月のですね、上旬から7月の上旬まで1ヶ月ぐらい雨が続く標準型になると予想してます。自然はですね、すごい循環型で、去年が変則的でしたらですね、今年はオーソドックスに戻るみたいな形で天候っていうのは展開していますので、そう予想しました。そしてですね、夏なんですが、今年はですね、雨の少ない猛暑になると思います。秋も遅く訪れて、過酷な夏を経験しなきゃいけないなということを覚悟して栽培計画を立ててほしいと思います。去年は結構ですね、変則的でしたが、栽培にですね、それほど被害が及ばないような雨も適当にありましたし、温度が冷える時が一時ありましたし、特にですね、日本の気候で一番栽培に障害があるのが真夏日っていうのが35度以上です。真夏日がたくさんあってもですね、夜冷えてくれればですね、野菜の生育にはそれほど障害がないんです。この夜の温度が下がらないっていうのはすごく栽培に障害があって、アクリカはですね、上は40度近くまで上がるけど、夜はですね、結構冷えるんですね。それで野菜が育つんですけれども、そういう気候が今年はちょっと訪れないから、なかなか厳しい年になるんじゃないかなと予想してます。この気候をもとにですね、皆様にぜひ作ってほしい、初心者にもチャレンジできる野菜を10種類選んでですね、その野菜をですね、どう作ったらいいかということをこれからお話ししていきたいと思います。まずですね、里芋を選びました。里芋はですね、余ってるところに植えとけば冬に迎えてですね、たくさん取れるんで、非常に便利な野菜です。今年は夏はですね、雨が少なくなる確率がですね、高いなと思うので、もしかするとですね、過湿を好む里には向かない気候になると思いますので、一番作りやすいドダレというですね、品種を選んで植えたらいいと思います。次は人参です。これはですね、種をいつまくか、そして発芽させるかが大きなポイントになります。去年はですね、梅雨がですね、意外と早く明けちゃって、またぶり返したんで、その梅雨明けちゃったとこに植えた人はほとんどうまくいかなかったんですが、今年は通常に梅雨が続くと思いますんで、ちょっと早めの6月下旬に種まきするっていうのがおすすめです。そうすればですね、1週間10日きっちり発芽してですね、本葉が出るぐらいまでうまくいくと思いますんで、それを選んでやってほしいと思います。今年のおすすめはですね、お好みっていうビッグサイズの人参を皆さんにチャレンジしていただきたいなと思ってます。次はスイカです。スイカはですね、梅雨が苦手なので、高い畝を作って水はけのいい場所を用意して、なおかつ雨よけを兼ねたトンネルを作ってですね、その中でですね、梅雨明けまで育てるっていうのが大きなポイントになります。そしてですね、今年の夏猛暑になればですね、すごい甘いスイカができると思いますので、植えてください。で、苗植えはですね、5月の連休までに済ませていただくと、うまくすればですね、梅雨に入る前にですね、一回着火してですね、7月の後半にはですね、ビッグなサイズなスイカが取れると思いますので、チャレンジしてみてください。この品種はですね、私が大好きなのは、真っ黒な大きなスイカで、タキシが作りやすくて甘い、おすすめだと思います。次はオクラです。これですね、意外とですね、早植えが成功のポイントなんですね。皆さん5月連休以降にですね、植える方が
たくさんいらっしゃると思うんですが、そうするとですね、この日本のですね熱帯夜にですね負けてしまうんですね。大きく育たなくなってしまいますので、4月中旬までに種まきしてですね、保温しながら大きくしていけばですね、ぐん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 2メートル近くまで伸びる可能性がありますので、そうすればですね11月までこれある生活が楽しめると思いますので、その時期を見誤らず作ってみてください。品種はですね、赤い丸オクラの島の恋っていうのがですね一応おすすめです。変わりオクラとしてはですね、これ作りやすくてですね面白いんですが、実としては食べられないんですが、花を食べるですね花オクラ、これもですねちょっと作ってみると面白いと思います。次にですね、家族には大人気のですねトウモロコシです。これはですね梅雨が明けてですね夏になっちゃいますね、一斉にですね虫に襲われてですねうまく実が食べられなくなっちゃうんで、梅雨明けまでにですね収穫するスケジュールを立てるのが大切です。それから逆算していくとですね、3月中にちょっと無理して栽培を開始するのが一番成功確率が高くなりますので、この時期を忘れずに種まきしてください。品種はですねハニーバンダムにですねビッグっていうのが出ました。このハニーバンダムビッグでちょっと一回り大きいトウモロコシを楽しんでいただければいいと思います。次は枝豆です。これはですねトウモロコシと同じですね、成功確率が一番高いのはですね3月に種まきすることなんですね。3月下旬までに種まきして食べるのがいいと思います。去年はですね6月とか7月にまいたですね枝豆がですねうまく秋に取れたんですね。これ夏がですね意外と雨が多くてですね暑さもそこそこだったんでよく育ったんですが、今年は猛暑になるとですね枝豆はですね水不足になるしつるぼけしたりしますんで、今年は6月から7月にまく枝豆はやめといた方がいいと思います。3月種まきの一本勝負でたくさん作っていただければいいと思います。品種はですね絶対におすすめは岩刈り娘です。これからはですねもう必ず皆さんが作る野菜の紹介に入ります。まずはピーマンです。昨年はですねピーマンはですね出だしにつまずいてですね秋になるまでですねうまく収穫できない人がすごい多かったんですが、今年はですね春から夏にかけてですね水分量が少ないしピーマンがうまくいくはずです。品種はですね京並みとかですね作るのがいいし、ちょっと変わり者では万願寺がおすすめです。次はですねナスです。これはですね昨年はですねピーマンと相対する性格の野菜でしてですね、去年は気候にぴったり合っててすごい皆さんたくさん収穫できたと思うんですね。逆に言うとですねピーマンがうまくいく年はナスがうまくいかないっていうことで、もしかすると今年は雨が少なくてですね害虫被害やカビの被害で苦しむかもしれません。今までは暖かい地方専用の品種だった長ナスがですね結構東京やあたりでもうまくいくと思いますので、この長ナスをおすすめしたいなと思います。品種としてはですね昭和大長がいいと思います。そしてですね変わり者でしたらですね白ナスのですねとろーりうまナスっていうのがあるんですよね。これを作ってみるといいと思います。次にキュウリです。キュウリはですね昨年はもううまくいって大活躍したと思うんですね。これもですね過湿に弱くて乾燥に弱いという野菜でですね、成功する年と成功しない年はっきり分かれてくる野菜なんですが、今年はですね残念ながらですね結構苦しむと思うんですよね。それを避けてですね行くには短期決戦型でですね次々栽培していくってことですね。懲りずに栽培してキュウリを楽しむ、4月に植えて5月に植えて6月に植えるみたいですね、もう粘らないんですね、もうダメだったら次行くよってみたいな形で栽培していけばうまくいくと思います。おすすめ品種はですねなるなるってキュウリがあります。これは普通のタイプなんですけどこれ美味しいです。そしてですねもう一つはですね四葉系と呼ぶちょっと昔風のキュウリがですねシャキットっていうのがあります。この2つがおすすめです。最後になってしまいましたけども、絶対に皆さんが作るだろうトマトについてお話ししていきたいと思います。今年はですねおすすめはですね中玉かミニです。新しい品種もですねこのジャンルはたくさん出てきていますので挑戦するのも面白いと思います。梅雨が長いので去年はうまくいった大玉トマトはですね今年はかなり厳しいかなと思います。またですねトマト栽培を成功させて美味しいトマトを食べるにはですね絶対に少ない肥料で育てることです。ここが一番のポイントです。皆さんですね頑張ってやっちゃうんですごい肥料を入れちゃってガンガントマトが大きくなっちゃってなんか水っぽくて甘みのない美味しくないトマトになっちゃう人がたくさんいますが、
これは避けるためには消費で育ててください。去年でしたら12月ぐらいまでですね、実がつけてですね、まだ収穫できるのがトマトなんですね。今ですね、夏はですね、トマトって美味しくないんですよね。それで実割れも起こしちゃうし、もうミニトマトはですね、2回に分けて栽培するっていう考えに切り替えていくと長く楽しめると思います。それはですね、夏までにですね、収穫は1回終わっていいやなっていう感じですね。それでもう一つですね、今度夏から秋にかけて取るトマトをですね、別の苗で用意することですね。新しい苗を6月から7月に植えてもいいですし、例えば良くなったトマトのですね、脇芽をですね、そのまま挿し木してですね、新しい株をですね、育ててもいいですが、新しくリセットした形で2度植えするっていうのが今年のですね、トマト栽培には向いておると思います。秋トマトってですね、意外に美味しいんですよね。甘くてですね、小粒ですけどちょっと違うトマトが食べられますので、今年は秋トマトにぜひチャレンジしてほしいと思います。おすすめ品種なんですが、中玉ならシンディースイートです。このシンディースイートが私は大好きで、これを中心にいつも育ててます。そしてですね、初心者とかですね、作りやすいっていうタイプで言うと、この露地での有機栽培に向くのは昔からですね、アイコと言われてます。まあ、アイコを作ってですね、アイコを卒業してから次の新しい品種にチャレンジするのがいいと思います。それでですね、ニュースターはですね、本当にミニトマトはですね、たくさん出てます。皮の柔らかいタイプからプチピオみたいのも出てますしですね、いろいろあります。それにチャレンジして、色もですね、今黄色だとかですね、桃色だとかですね、黒だとかですね、いろいろ出てます。これもですね、サブとして作ってみて、自分の気に入ったミニトマトを探していくのも今年の課題にしてほしいと思います。ということで、今年の大胆予想をしてみました。今回はここまでです。予想通りの結果になるか分かりませんが、この予測をもとに私は栽培計画をこれから立てていきます。参考にしてください。このようにこれからもですね、有機栽培で楽しめるですね、野菜の作り方をいろいろと紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。今回はシェア畑菜園アドバイザーの野手山がお送りしました。それではまた次の機会にお会いしましょう。バイバイ。